左から、金継職、李正版、金急。愛官独立促成国民会は、米軍成長統治時代の1946年2月8日に発足した韓国における、右派勢力の政治団体である。略称は、独促国民会、もしくは独促。1945年12月のモスクワ三国外相会議において、朝鮮半島を、 新宅統治する方針が発表されると、これに反対する運動が、韓国各地で展開された。しかし、左派勢力は、年が明けると突如態度を転換し、新宅統治に賛成する態度を姿勢を示し、新宅統治に賛成する運動を展開し始め、左右両派は激しく対立するようになった。当時、右派勢力は、といった有力組織があった。これを、 左派勢力と対決すべく中央協議会と緊急が中心となって活動していた新宅統治反対国民総動員中央委員会を統合して大韓独立促成国民会を結成した。総裁には李正番が副総裁には緊急、近継職が選出された。李正番は独足国民会を土台に民族統一本部を結成。 彼の持論である南側のみでの単独政府樹立に向けて活発な活動を展開した。米軍政長が進めてきた左右合作運動がアメリカ本国政府の変化と両運協の暗殺が原因で頓挫したことで単独政府の樹立が決まり憲法を制定するための政権議会選挙で独足国民会は200議席中55議席を獲得した。ありがとうございます。